本も、信人元ペブフ東洋太平洋、スーパーフェザー級王者本も信人は、日本のプロボクサー、プロボクシングトレーナー。出身は、新潟県であるが、育ちは、埼玉県埼玉市である。第39代日本スーパーフェザー級王者。第33代ペブフ東洋太平洋、スーパーフェザー級王者。角エビ宝石ボクシングジム所属。 大宮商業高校卒業から1年後の1996年3月4日にオサムジム所属で18歳でプロデビュー。同事務所属当時はパワフル本網のリングネームで活動していた。1999年には A 級トーナメントで優勝。2000年にはアメリカ合衆国に遠征して3試合に出場するなど多彩なキャリアを積んだが、同年から翌年にかけてオサムジムと衝突し、 遺跡に関するトラブルで1年を棒に振る。2001年、角エビ宝石ジムに遺跡して活動を再開し、2002年8月24日には金字天野に判定勝ちして空位の日本スーパーフェザー級王座を獲得した。同タイトルの防衛は2005年10月に返上するまで8度を数え、2006年5月20日にはジムレックス墓を判定で下して、 空位のオペブフ東洋太平洋スーパーフェザー級王座を獲得、同年11月には村上順二を QR 負傷判定で下して、初防衛を果たした。2007年5月3日にエドウィン・バレロの保持する WBA 世界スーパーフェザー級王座に挑戦。大いに健闘するもバレロのパンチで右目付近の古傷を大きく切り裂き、ドクターストップで TKO 負け、 しかし、バレロと対戦してたったまま試合終了のゴングを聞いた、初めての選手となった。同日引退を表明。約11年間のプロ生活だった。現在は、埼玉県埼玉市に、本毛ボクシングジムを開き、市民にボクシングを教えている。また、柔道整復師の資格も取得しており、大宮市に、整骨院を開業している。ありがとうございます。